はい、皆さんこんにちは、エグザイル事務局のアキラムレです。今回はですね、新曲に関する手がかりを入手ということでやっていこうと思います。はい、まあ、昨日ですね、9月14日にね、ガンちゃんとね、オミくんがね、インスタライブをね、していましてね、そこでね、結構手がかりとなるね、情報をね、入手することができました。はい。で、まあ、その中でね、いくつかね、僕が気になったところをね、ピックアップ、まあ、していきますと、まず一つ目がね、次の新曲に関することですね。はい。で、オミくんがね、次の曲はみんな好きなんじゃないかな。バラ、パフォーマーもいいと言っていると。で、それに対してガンちゃんが、カラオケに行きたくなる感じ。デビューした頃の曲に近いかな。ブレイズが振り切ったから真逆の感じということで、なんとね、もうほぼ確定でね、これはね、バラードでしょうね。もうデビューした頃の曲、いわゆるベストフレンズガールにね、近い曲と言っていますので、はい。もうバラード確定でございます。はい。で、二つ目に関しましては、まあ、今後の予定というところでね、僕気になったんですけれども、ガンちゃんがね、みんなでメディアに出ようみたいなことを言っているということで、まあ、これからね、三代目のライブツアー始まると思うんですけれども、まあ、それも兼ねて、まあ、メディアにね、皆さん、まあ、出るのかなと、思っていますね。まあ、そこでね、次のバラードの新曲をね、披露してほしいかなと、個人的に思っています。はい。で、三つ目に関しまして、僕が気になったところとしては、まあ、これは簡単な話なんですけれども、追加公演はなしということで、はい。皆さんね、ぜひ、今ね、スケジューリングされてるね、ライブでね、しっかりと、まあ、楽しんでくださいということで、はい。